戦は勝った時は勝った時のマナーがある。日本は勝ったんだと。勝ったら勝った方が手を差し伸べるのが当たり前だろうと言いまして、それで私は呆れ果てまして、その分野の、そういう人たち無視して局長等々に、相談しましたら、そういう人たちはいやそれはもうおっしゃる通りですと、我々が手を差し伸べましょうと、ぜひそうしてくださいということで、同じ役所の中で全然違うことを言うんですが、そんなような時にもう私は局長がなんて言おうがこれは絶対引き受けざるを得ないだろうと思いましたが、最初からやはりその日本ということがセラゲルディン氏は非常に気になっていて、彼自身としてはやはり私に頼むのにもちょっと躊躇があったと思います。しかも当時私はあろうことか国際キリスト教大学の教授でしたのでイスラムの社会でどういうことかというのは当然セラゲルディン氏としては気になるところだったわけです。でもそういうこともありながら言ってきたこともあり、それでお引き受けすることにしました。でそのセラゲルディン氏が馬車馬のように突っ走ってきて、この10月にちっちゃな本を書きました。でその本のタイトル、ここ皆さんのところの参考文献、2つだけ書いてきましたが、その2つ目のが The Shape of Tomorrow、 明日の姿というタイトルになってますが、それをこの10月に、出版しました。でその副題が新たな知識のための7つの柱とその願意という、そういう副題でした。でそれが今日の地の総合というところに関係してき始めるわけなんですが、その内容に入ります前に、このセラゲルディン氏がその本の一番最初に引用しているものと、それからその本の一番最後に引用しているものをここに皆さんのところにお配りしておきました。一番最初に引用しているものは T.S. エリオット、イギリスの詩人評論家ですね。1965年頃まで活躍しておられた方で、一番最後に彼が引用するのはインドのタゴール。この方は1941年に亡くなっておりますが、この T.S. エリオット、これ Where's the life we have lost in living? 我々が生きているうちに我々のこう生命力っていうのはなんかどっか分かんなくなっちゃった。Where's the wisdom we have lost in knowledge? 知識はあるけど知恵がどっか行っちゃったと。Where's the knowledge we have lost
in information. 情報はたくさんあるけど、知識はどうしたんだろうという彼の指摘で、そこからこの明日の姿というセラゲルディン氏の本が始まります。でその本の一番最後にタゴールの詩が引用されています。 Where is the mind? Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, let my country awake. このタゴールの My country というのはインドのことだと思います。でこれを引用したセラゲルディにとってはこの My country というのはアラブ世界のことだろうと思います。でそういう思いを持ちながら彼がこの8年間のアレクサンダー図書館で、奮闘してきた結果、彼自身が今後の地の創造はこの7つの柱から作られてくるのではないかということを言ってるわけです。でこの7つの柱、これ自身は時間使う必要ないんですが、まず最初はこう古典手法がもう効かなくなっていくんじゃないかということです。古典手法っていうのは何かと言いますと、ここのすぐ近くに政策研究院大学院大学ってございますね。でそこでこれ全部大学院の学生なんですけど、私が講義するときにまず最初に、論文の書き方から話を始めます。でその私が論文の書き方を学生たちにこういうパターンで書くようにというのをセラゲルディン氏はもうこうじゃなくなるんだというのを最初の柱として言うわけです。それはどういうことかと言いますと、学問分野によって多少差はありますけど、ほとんどの場合に序論ではまず課題を挙げて、課題をリサーチクエスチョンに転換させる。そのリサーチクエスチョンに関してのリテラチャーリビュー、そのいろんな本や論文をずっと勉強していく。でそれを序に書く。でそれに基づいて分析の枠組みを書くのがまず最初にやらなくちゃなんないかと。でそこの分析枠組みに具体的な状況というのを反映させる。それをケーススタディとかいろいろな形取りますが、具体的なものがないとその分析枠組みというのの意味合いというのが出てこない。その次に初めて十分議論を展開しろと
で、その議論の行き着くところが結論なんだと。じゃあその結論は何かというと、ジョニー言うリサーチクエスチョンのそのクエスチョンに対するアンサーなんだと。これが論文なんだという形で学生には言いまして、それに関してのいろいろな説明をするんですがスレゲルディン氏は、今までのこういう方法ってのはもうダメだねと。なぜならこれは個々の要素っていうのをビルディングブロックとして積み上げてくる非常に堅固なアカデミズムっていうそこにある。だけど今ある状況っていうのは、知識っていうのは川の流れのようなこうフローだと。ポンって何か入れたら、入れたこと自身でそこが変わっていく。したがっておそらく形としては川のような姿を取るんじゃないんだろうか。それがその先さらにどうなんだっていうのは弱く言い難いけど、もう古典的な姿というのはこのデジタルの世界ではあまり意味なさなくなってきますよという、私大学院の学生に読ませたくないようなところから始まります。その次に、彼が言いますのは、そのイメージと文章とで、分析というのを進めていくけど、今後はイメージというのがどん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 重要性が増すだろうと。今まではほとんどが文章で、それに補完するものとしてちょっとイメージがある程度だけど、この先っていうのはイメージが中心になっていく知識体系っていうのができてくるんじゃないだろうかというようなこと。それから人と機械ということを指摘してまして、これは数学と哲学の一部を除いて、あと他の全ての学問分野というのは圧倒的に機械、コンピューター等々頼らざるを得ない。でこの姿というのは今まで机に向かってた姿と全然違ってくるということ。それから複雑性とカオス、これはコンピューター世界が我々に提示しているものっていうのは、何か回答らしきものが出てきたら、それが直ちにもうすでにクエスチョンをいっぱい引き連れてくるような世界になってきちゃって、でそういう世界ではおそらく コペルニクスのような展開、あるいはアインシュタインのような展開、知の大革命が起こらないと対応できないんじゃないだろう。全てがカオスだけになっちゃうという状況が出てきつつあると。でそれからその次には計算と研究というようなことですが、これここではコンピューターなどを使って、こう分析のフレームワークを作っていくと、そのフレームワークにいろいろな分野の専門の人たちが材料を共通の中にぶち込めるような姿というのがどんどんできてくる。したがっていろんな分野の協力というのが今後の姿として中心になっていくんじゃなかろうかというようなこと。それから集約と変容というところでは、これは後でお話しすることになるかと思いますけど、いくつかの学問分野が共同して知識を作っていくのが主要な知識分野にもうすでになり始めている。生物学と化学でバイオケミストリーというような形になったりとか、そういうことを言ってるわけです。これは特に新しいことでも何でもありません。